こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、バスドラムとスネアドラムの組み合わせ、まあ両手で行ったりとか、いろんな組み合わせをやっていきます。まあこれ基礎練習で僕はよくやるやつなんですが、今日はハイハットをちゃんと踏みましょうということですね。足がいろんなとこに入ってくると、まあ足ってこっちの足がだんだん影響を受けるので、足と足は多分神経が近いのかわからないですよ。医学的にどうなのかわかんないけど、つられるんですよ、足と足は。で、手と手をつられるんで、まず足を先にやる。なので、この最初のやつは、手と足の交互なのね。で、右手がこう下ね、ここですね、下ってくるだけね。なので、この時にハイハットがあると、使うんだったら最後頭クラッシュするとこがバソラなので、最後ちゃんとダブルをこれでちゃんと入れる練習をしておくと、で、これをちょっと足を裏後ろにして、というふうに練習しておくと、これはまあよくウェックルとかが使う。左手をここに固定しといて、右手だけあっちこっち移動していくと、すごい超絶っぽく聞こえますよね。で、これすごくよく使いやすいので、覚えてください。で、足を2つにすると、これは足3連打なので、最後はスネアとクラッシュにするんですが、まあそれか最後だけもう足なしにしてしまってクラッシュに導くっていうのもありだと思うんですけど、これをやると、あの菅沼聡子ちゃんがやってた、これ結構使えるので、これまあ一応入れてみました。この間、ユニゾンスクエアガーデンのドラムソロをちょっとコピーしてたら、だからどうもバスドラを表でいってる、ガットも表でいくんですけど、この方がバスドラが表にあるんでどっしりするんだなって、録音しながらやってたんですけど、そうするとやっぱ裏側に行くと音がちょっとこう薄くなるんですよ。で、表に行くとやっぱりガットっぽくなるというか、分厚くなるんだ。他の バスドラがこうどん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 で行き続けれるじゃないですか。なので、こういう感じでは確かにこの表拍が足で行ってしまうと非常に使いやすいんではないかなというふうに、まあ思いました。というわけで、ここまで。足が3つにならないように、これ順番にやっていくとよくて、にすると、まあエチュードとしてはいいんかな。これを、のという具合に練習してもらえば、非常に使えるかな。この、ここに書いてあるやつ、これフィリーがよく使うんですけど、ジャズでやると2を足2にして、1,2,3 使いそうですよ、中で使うので。この辺の感じは全然ジャズでも使えるし、フュージョン、ポップス、何でも使えるので、まあ足の切り替えですね、練習しておきましょう。はい、最後ですね、パラディドルも練習しておくとよくて、で、そうするとパラディドルはゆっくりやると、ここがダブルですね。もう足だけやると、ここにちゃんとスライドの人は足を手前に持ってくると、
前に練習してもらえば。そしたらインワードは、ね、という具合にやってもらおう。次、リバースですね。最後ディレイドトン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 と足が鳴って、という具合になります。こういう練習をしておくと、まあなんか頭に音が浮かんだけど、なんか体がこうブレてしまってうまくいかないっていうのがすごく減っていくので、まあすごくやりましたけど、久々にやったんで結構忘れてるな。特に左足との右足とのバランスがね、もっとこうしっくりくるまで練習するといいかなと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。